個体の妖怪度はこれら4本の動画でマスターできるよ。今日は1つ目の個体の妖怪度とは何なのかを学んでいこう。妖怪度とは、水 100g あたり最大何 g 溶けるかを数値で表したもの。例えば塩化ナトリウムの妖怪度は20度で36。これは20度の水 100g に食塩が最大 36g 溶けて、飽和溶液が 136g できることを表している。ちなみに飽和溶液は限界まで溶かした溶液のことだよ。水 100g あたり最大 36g 溶けるから、水の量が3倍になると溶ける量の最大も全体の量も3倍に、水の量が半分になると溶ける量の最大も全体の量も半分になる。今日覚えてもらいたいのは、溶解度は水 100g あたり最大何 g 溶けるかの基準を表す、これだけ。では一つ一緒に例題を見てみよう。硝酸カリウムの水に対する溶解度は20度で32である。硝酸カリウムの20度における飽和水溶液 150g には硝酸カリウムが何 g 溶けているか、有効数字2桁で答えよう。溶解度の問題はまずは基準を作って考えていく。溶解度とは水 100g あたり最大何 g 溶けるかだったね。溶解度が20度で32だから、20度の水 100g に硝酸カリウムは最大 32g 溶けて、飽和溶液が 132g できる。これで基準は完成。この問題では飽和溶液 150g 中硝酸カリウムが何 g 溶けているか聞かれている。飽和溶液が132分の150倍になっているから、溶質も132分の150倍にしてだいたい 36.3。 有効数字2桁で答えるから3桁目を四捨五入して 36g になる。今日の動画をまとめると、溶解度とは水 100g あたり最大何 g 溶けるかを数値で表したもの。水の量が3倍になると溶ける量の最大も全体の量も3倍に、水の量が半分になると溶ける量の最大も全体の量も半分になる。溶解度が絡む問題はまずは基準を作って比例計算で求めよう。ありがとうございました。いいねで一緒にチャンネルを盛り上げよう。次の動画からはこの表を使って解いていくよ。溶解度32の物質は水 100g に溶かすと飽和溶液が 132g できる。飽和溶液 150g の場合、溶質は何 g になるだろうか。溶液が基準の132分の150倍になっているから、溶質も132分の150倍にして求めていこう。